川という自然界のリングの中で弱肉強食、無慈悲な生存競争という名の戦いの火蓋が切られようとしています。カニを食べるというスッポンが勝つのか、はたまたカニは逃げ切れるのか、軍配はどちらに。まず仕掛けたのはスッポンであります。得意技は体格差を生かし接近してからの噛みつき。水面に上がって一呼吸、一直線に進みますスッポン。すると逃げていたカニが一転、あっと待ち構えてからの体当たり。思わぬ一撃に撮影者も思わず吹き出しました。一定の距離を保って両者睨み合いが続きます。ここでカニは巧みなカニ歩きステップ、ひらりひらりとおっとかわしていきます。ここでカニパンチだ。まさに蝶のように舞い蜂のように刺した。カニだけど反撃にひるまずしつこく追いかけるスッポン。ステップを駆使して距離を取るカニ。カニが距離を自ら詰めてからの両手、いや両爪パンチだ。